皆さんこんにちは。津山市ではご家族の方が亡くなられた時の市役所での手続きをお手伝いするお悔やみ窓口を設置しています。今回のこんにちは市役所さんではお悔やみ窓口について紹介します。お悔やみ窓口を担当している樽井博樹さんです。樽井さんこんにちは。こんにちは。早速ですけれどお悔やみ窓口ができた理由を教えてください。はい、ご家族の方が亡くなって葬儀が終わられた後市役所で多くの手続きが必要になるんです。例えば世帯主を変更したり、未支給の年金の請求をしたり、市役所の中でもたくさん窓口を回らなければなりません。そこでご家族が亡くなって大変な時期に少しでも手続きをスムーズに行えるようにしようと、たくさんある窓口を一本化したお悔やみ窓口が令和2年に設置されました。ではご家族が亡くなられた時どんなことをしたらいいですか？はい、まずは亡くなったら死亡届を提出します。提出後に渡されるのがこのお悔やみ手続きハンドブックになります。中には身近な方が亡くなられた後のしなければならない手続きについて書かれています。具体的にはどんな手続きが書いてありますか？はい、いろいろな保険証があると思うんですけど、保険証の返納であるとか未支給の年金の請求、介護保険のいろいろな手続き、相続などで必要な書類などについて書いてあります。たくさん手続きがあるので窓口を回るのも大変そうですね。はい、そこで利用してもらいたいのがお悔やみ窓口になります。こうした窓口を回ることをできるだけなくして、ハンドブックの一番最後の受付表を記入していただいて、利用の日前日までに、ここが大事なんですけど、前日までにこれを記入していただいて、利用される方が行う手続きが一箇所でできるように市役所で準備をしておきます。予約が必要っていうことですね。はい、そうです。やり取りがスムーズにできるようにするにはハンドブックの一番最後のページ、こちらに必要なことを書いてから予約の電話をしたらいいですね。はい、予約の電話の際にお伝えする書類などを持って1階の7番窓口にお越しください。基本的には予約の電話の時に来られる人の身分証明書など必要なものが何かをお伝えいたします。書類なんかは教えていただけるっていうことですね。はい、そのようになります。では改めて注意点などについて教えてもらえますか？はい、先ほどから申し上げているように一番は予約が一番大事です。予約の電話がなければ手続きに必要な窓口を回っていただくようになるので、せっかくのね、この制度が活かせれないことになります。予約した翌日以降で窓口対応をさせていただきますが、書類の不備で手続きに時間がかかることもありますし、1日で終わらないこともあります。お悔やみ窓口では書類作成に関して分かりやすく丁寧にサポートさせていただきます。他に伝えたいことはありますか？はい、お悔やみ窓口は本庁にしか設置しておりませんので、ただ身近な方が亡くなられた後の手続きについては、家紋、阿波、小木、
めの各支所で行っていますのでご安心ください。こちらは予約がなくても対応が可能です。本庁の場合はお悔やみ窓口への予約、それから支所や出張所の場合は予約をせずに行っても大丈夫ということですね。その通りです。お悔やみ窓口の利用については、死亡届を出した時に渡されるこちらのハンドブックをご覧ください。一番後ろのページに必要事項を記入した後、お悔やみ窓口に電話で予約をしてください。翌日以降、お悔やみ窓口を利用することができます。ここまでお悔やみ窓口について紹介をしてもらいました。窓口が設置されてから1年経ちました。利用された方からはどんな感想が聞かれてますか？そうですね、一箇所でやはり手続きができるので大変助かったということを言われて帰る方が大半で、本当に喜ばれてます。市役所は手続きがたくさんあって窓口もたくさんありますもんね。そうですね、もう本当に、まあ、この制度で皆さんが助かったらいいなと思っています。ただ一つだけ気をつけるのが、やはり先ほどから言っておりますように電話での一本の予約をしていただきたいなということを思います。予約をするときはハンドブックの一番後ろのページを書いてからということでしたよね。そうですね、ここを書いていただいておくと予約のときにスムーズにお話が進むので、ぜひそうしていただければと思います。慌てずにまずハンドブックの一番後ろですね。そうですね、はい。予約の電話番号は教えてもらえますか？はい、市民窓口課の 086832-2072 です。今日はご家族の方が亡くなった時の手続きについてサポートするお悔やみ窓口についてお話を聞きました。垂井さん、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。